ソテツ類は、ナシ植物の一群である。世界の熱帯、亜熱帯に分布する。ソテツ類は、古生代末から中生代にかけて繁栄した植物で、現生のものは生きている化石と言ってよい。太い幹を持つ木本。幹は、円柱状から楕円型で、地上に直立するものから大半が、地下に埋まっているものまであり、大きいものは高さ20メートルに達し、小さいものでは、 数十センチメートルにしかならない。幹は肥大成長をするものの、その大半が軟木質で、木部の量が少なくて柔ら組織が大半を占める。幹は枝分かれしないものが多いが、枝を出すものもある。幹の表面は、傭兵の基部の部分や、鱗片型葉が残るために一面に、鎧のような外見をするものが多いが、平滑になる例もある。葉は、 幹の先端に小数から多数が束になって出る。また葉は一回羽状複用か、ごく一部では二回羽状複用である。そのために、全体の外見は、ヤシカや木星種だのように見える。常緑性である。小葉は、線形から楕円型まで、円が滑らかなものも、虚子を持つものもある。また小葉や傭兵に棘を持つものもある。私有一種で、優勢。 姿勢の生殖期間はいずれも短縮した形の胞子用が主軸に沿って密集、あるいは緩やかに集まった姿をとる。多くは松などの休暇に似た形をとるので、それと区別するために休暇と呼ぶこともあるが、単に大花、雌花ということもある。ほとんどのものは、そのような花を茎の先端に単独でつけるか、あるいは複数をつけるが、一部には茎の側面から出すものがある。 いただきなまするものの場合、花子にはその脇から新たな芽を生じて伸び出すが、祖鉄族の芽花では緩やかに集まった、胞子葉の真ん中を貫くように芽が伸び出す。尾花では、多数の小胞子葉が軸に沿って螺旋に並び、休花に似た形となる。おしべは腹肺に扁平で、縦型、あるいは長円形をなし、その裏面に多数の小胞子脳をつける。 情報指導は数個ずつが集まって並び、その向き合った面で縦に裂けて、楕円形の花粉を出し、花粉は風媒される例が多いが、一部では中媒も知られる。雌花ではやはり多数の大放仕様が、螺旋に並び、雄花と同様に、縦形などの形で全体として、休暇状になるものが多く、その場合は、胚種は雌しべの裏面に2個付く。ただし素手続では、雌しべは、 先端が伸びて一回以上に枝分かれし、普通の葉が短縮したような姿をとり、胚子はその基部近くに二個かそれ以上、数個程度がつく。胃腸と並んで、出植物でありながら、独立した精子を作ることでも有名である。世界の熱帯域から断温帯にかけて分布するが、不連続な面が強く、ゴンドワナ大陸の要素の強い依存的な分布とも言われる。に関しては、 急熱帯域で大きく、他方で種の多様性は中南米で大きい。日本では、ソテ鉄が九州から南西諸島にかけて自生し、南日本各地で植栽されている。海岸近くの岩の上に生育している。茎の芯、種子には猛毒があるが、手間をかけて正しく処理をすれば、食用となり、重湯やソテツ味噌などの材料として用いられた。種として開けた。 乾燥地に見られる。種の多様性が高い地域では、その生育環境も多様であり、例えば南北アメリカのザミアカのものは標高にして例、メートルから2500メートルまで生育域があり、熱帯林からサバンナ、砂丘、湿地、砂漠にまで見られる。その根に卵巣を強制させる。また花粉媒介では中媒花である例もあり、 特にザミア類では特定のカブトムチとの種特異的な共生関係が知られている。その起源は古く、古生代石炭紀のシダ出シし植物であるメズロサカから起源したとも言われ、二条期にはほぼ現在のような姿になったとされる。その系統は中生代、特にジュラ紀に繁栄したことが知られるが、中生代末にはその大部分が絶滅した。新エングラー体系では、 裸シ植物門のもとに、祖鉄公祖鉄目を置くが、最近の研究では、裸シ植物は、側系統と考えられており、その場合は、祖鉄門とされる。現存する、この類の種は356種で、これは、裸シ植物中で2番目に多いものであり、普通はこれを10属、3下に分けている。ちなみに、西田ではこの種数は、約70種。 加藤編では137種とされており、極めて好調に増加しているのがよくわかる。古くはそれらを一つの素鉄化にまとめたが、近年では蒸気のように酸化とするのが普通である。ヤシなどに似たその姿は、干渉価値が高く、庭木として、あるいは盆栽のようにして栽培される種は数多い。また、植物体や種子には毒がある。多方で種によっては、 幹からでんぷんが取り出せ、また種子も含め、それらを食用や薬用に利用される例も多く、その扱いいかがでは中毒が起きる。ありがとうございます。